2002、6勝1敗38セーブ、防御率 0.78、吉木雄さん、誰？正解は、豊田清、おかしなことやっとる。インコース直球、153、インコース直球、150、外フォーク、141、都会無理ゲー。なお全部正確に墨をついてくるのよ。小葉雅人の熱いセーブ王争い。小林正秀、43登板、2勝1敗37セーブ、防御率 0.83。 小葉雅もすごかったな。こいつが出てきたら終わり。すごい確信、ラビット時代だからさらにすごい。この年敗戦投手になった試合、どんな試合やったっけ。敗戦投手になった印象すらないわ。抑えじゃ一番コントロール良かった印象。森の成績も晴れや。森と言わず主力投手全部張ったるわ。打たれたらキャッチャーの正レベルのコントロール。軟式出身大きすぎ。西武って無名大学を注意取るのうまいよな。無名クソ底大学を昇格させる実力あったからな。なお日知り、日本シリーズで4盾食らったのはなぜ。ご視聴ありがとうございました。